さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。モンスターハンターストーリーズやりましょうか。さて前回ね、ついに破滅レウス。ね、今まで持っていたね、オープニングからゲットしていた卵、レウスの卵をかえって破滅レウスが仲間になりました。だけどそのレウスは羽が小さく空を飛ぶことができないレウスでした。ということでね、そのレウスのために何かするって感じで今日のストーリー進めていきましょうか。出発するとアルバと分かれます。いいえ。はい。じゃあちょっと皆様ね、今日なんですけど、まずね、まあ、エナちゃん今日も可愛いねって感じなんだけど、アルマと別れたくないので少しレベル上げをしようかなと思います。めっちゃ報告可能やんこれ。さあ報告して、あ、レウスレベルがガツッと上がるね。なんでまずね、行く前にちょっとレウスのレベルをね、ちょっと上げるためのクエストをね、ちらほら受けていきつつって感じでやっていこうなと思います。なんかめちゃくちゃお札ももろてね、いっぱいクエスト達成です。さあクエスト報告するだけでレウスのレベルが8まで上がりました。お金見てください、右上5万持ってます。金持ちかさあすごく金持ちな私ダイダラなんですけど、とりあえずね、受けれるクエストは、大体受けながらね、リオレイヤ倒せとか、なんこれなんか、なんたらのなんたら竜、なんたらのなんたら竜何も分かってないな。受注系を受け、全部受けたね。よしで、ちょっとね、クエストを受けながら、アルマと遊びたいので、少しね、この高難度クエストとかやったりしましょうか。でもさ、アルマいなくなったらさ、相当な戦力ダウンなんだよな、マジで。普通に積む気がする。今のままだったら。なので、やっぱレベルを上げつつ、進んでいこうと思います。それではここサブクエストの巣入って、一番奥にいるなんたらの、なんたらを倒しに行きましょう。さあ、高難度モンスター、クエストのね、パウルムがいるね。倒しましょうか。さあ、しれっとしたけどね、ほら、見てください。レウスくん、乗ってるんですよね。守りレウスくん。おれい！それでは倒しましょうか。もう戦えるんですよね、十分。レベル10ぐらいまで上がったかな、今、道中でレベル上げして。よし。さあ、パウルム、テクニックタイプなので、殴っていきましょう、このまま。うれい！どれ！どれ！で、ボコボコにしてやろう。シュラの浮遊竜、何がシュラなんでしょうかね。ちなみにレウスはパワータイプです。なのでね、元気な子です元気な子です。うれい、ダブルアクション。よし、いいね。まあとりあえずシュラといえどただのパオルムと違いはないと思ってるので、まあ、普通にバンバンやっつけていこうと思う。どれい。でもね、守りレウス左下のゲージ見てもらったらね、絆ゲージ半分までしかたまらないんだよね。これバグ？バグではないかな、多分だけど、多分なんかストーリー進めないとレウスの真の力解放されないとかで、ね、絆ゲージ、まだ真の絆を結べないってことなんだろうな、多分。だからね、結構不便してる結構かなり不便してる。どうしたらいいんだ。アルマだけ集中狙いされるんだけど、これつ、シュラの浮遊竜で、弱いんだけど強いわ要は攻撃力が高い、やたらと。多分高難度モンスター全般に言えるんだろうけど、やっぱ攻撃力高いから基本的にはしっかりと何もさせないように倒さなきゃいけないのかなって感じかな。まあ多分これでやっつけたでしょ。まだ生きてる？まだ生きてたしぶといですね、あなた。エアバキューム先輩。もうそろそろよだれ垂らしてるから死ぬと思う。オッケー。というわけで討伐完了。シュラの浮遊竜。いや、なんか、めんどくさかったな。よし、レウスもレベル10まで上がって、Sランク。この黄色のやつって売り素材だよね、多分。黄金の牙。ね、結構、売り物アイテムもね、モンスターって落としてくれて、あとでまた雑貨屋に買い取ってもらおうか。まあ、モンハンって結構やっぱお金ね、いくらあっても困らないシリーズですのでね、お金はたくさん持っていきましょうか。よし、じゃあ卵も、ゲットして帰るか。でも、パオルムの卵もいらねえんだけどな。まあでも、あれだっけ、伝承の儀で使えるから、まあ、ぶっちゃけ卵はね、いくらあっても困らんっていうね、そういうところありますね、皆さん。はい。よし、ちょっとね、素材、しれっと回収しながら、行こうが。何が出るかな。光れ。普通の匂い卵。まだ。卵あるじゃん、いっぱい。いいね。普通の卵。なんか色が、やべえ色してるけど。これなんだろう、わかんねえ。なんか全然わからん。もう限界だって。何が限界なの？
だモンスターいないじゃん。普通の匂いで軽い卵。まだ持てるぞ。あ、光った、これにしよーっと。ね、何も言わんくなったけど今ねえ、何も言わんかったけど今ナビル君。はい、ではではでは持って帰ろうか。サトリマは報告しましょうか。高難度サスライのやつ、イエス、オッケー、レベル11。いやでも11あったらでももういいかな。うん、よし、この辺りで。うわ、なんかいろいろ技も覚えた。だいぶ強くなったでしょこれで。さあ卵孵化させましょうか。ね、でもやっぱね、先へ進まないとね、新しい装備手に入らないから、やっぱね、ガンガン進めた方がいい気もするんだよな。さあ出てこい俺の友達、誰が出てくる、誰だろうこれ。クルペッコー、クルペッコ、クルペッコペッコ。まあクルペッコくん、まあ一応ねもらっておこうか。光ってたからな、多分いいスキル持ってる可能性があるよね、遺伝子とか。はい、ではではのでは、今からストーリー進めていきましょうか。アルバー師匠、ありがとうございました今まで。ちょっと待ってちゃんとお祈りしてから行こう、お祈りしてからね。よろしくお願いします、うちのレウスをお守りください、お供えをします。お供えさ、やっぱこの幸運の札が一番いいよね。ね、よし、お願いします。俺30分単位で刻んで入れてくから。よっしゃ、さあ行こうか。え、マジでアルバ師匠いなくなんの、ついてきてよ、ずっと。もっと強いやつが仲間なんだかもしんねえけど。オッケー。あんたには世話になったな。いや、ガチで世話になったわ。別に大したことはしない。また来るよ。俺たち友達だわ。何？ホットミスト。え、寒いの次。いや、マジかよ。これをかければ寒さを。ホットドリンクやん、要は。ありがとう。俺も同行したいところですが、この状況で村を離れるわけに。それ村のね、守りが。あるもんな。みんなのことをお願い。はい、エナ様。ね、同行したいって言ってくれるだけでも嬉しいけどね。何それ？これは長老がエナ様に渡してほしい。ほう。一族が代々受け継いできたご布団をおっしゃっていました。お守りですね。あら、女の子にネックレスつけちゃうなんて、結構首きつけてやな思ったより。ご無事で。私なら大丈夫。頼むよ。この子たちがいてくれるから。この子たち？ね。ルースとナビル？俺のことも頼りにしてくれるのか？ええ。クワン村のことも知っているようだし。ナビル意外とあれだよね、有能だもんな。なんかバトル中にアドバイスめっちゃくれるし。調子に乗るな。何それ？なんだこれ？ドーナツ？見上げた。持っていけ。わあ！これは。お前から聞いた話をもとに村の料理人が作ったんだ。ドーナツというものになっているかどうかは。ねじりドーナツやで。うん、うまい？もう食べてる。うまい！これは正真正銘のドーナツだ。あ、もう全部食べちゃったよ。ペが落ちそうだぜ。食べかす口から出てるんで。あー、くしゃみくしゃみくしゃみ、あー。あれ出ない？あれ？くしゃみが。あれ？アイルーに触れたのにどうして。ナビルはアイルーではないからね多分。だから言ってろ俺はそんじょそこらのアイルーじゃないって。俺は伝説のアイルー、ナビルー。柔らかくて温かい。おい、ナビル触りたかった。アイルーに触れる日が来ようとは。それは良かったな。触りたかったよな、うん、猫好き。アイルー好きほど触れないみたいな感じが。お、またな、アルマ。また来いよ。エナ様のことを頼んだぞ。さあ行こうぜ。よし、クワン村に出発だ。またね、アルバに会いに来なきゃね。ありがとうね、アルバ。またな。このレイギアの卵どこで取ったか教えてね。じゃあね。うん、大丈夫かな村。何事もないといいんだけど。あ、まだ見てるじゃん、ルナちゃんだっけ。じー、あれが破滅の力を持つレウスか。おお、この人来たんや、こっちの大陸に。早かったですね。一刻を争うからな。討伐すんのやめてよ。予感通り、あのレウスです。クアン村に向かう途中を狙う。ダメだ。ダメなの？ダメです。狙わないでね。レウスの力を見ていない。
破滅の力を見極めるのが俺たちの任務だ。やっぱなんかどっかのハンターギルドとかも任務は絶対だ、ね、破滅レウスに注目してるんやね。父さんならそうするですね。行くぞ。でパパはあれかな、破滅レウスにやられたんだっけ。一撃でやられてたもんね。なんかそのハンターたちみんなダメだよ、ちゃんとあの炎耐性上げていかないとね。こういうのゲーム脳って言うんですよ皆さんね。炎耐性大事だからなみんな、やっぱ。よし、さあでは今からストーリー進めていきましょうか。さあ次行く大地はメタメタ遠いですね。メタメタ遠いですね。さあちょっとあちら側までガッと行きましょうか。さあ目的がここかな、ロロスカ地方。この先は寒いぞ、雪降る寒い地方だ。ホットミスト忘れるなよ、ちゃんと持ってきたよ。ちょっと待って、エナちゃん服寒そうなんだけど、買ってあげなきゃな、なんか防寒具的なやつね。でも今の服で可愛いからなんか悩むよね、脱がしたくないよね。さあロロスカ地方、雪山の地方。雪山といえばティガレックスとかなんだけど、ドドブランゴとかいるかな久々に。いいな、さすがにおらんか。過去のモンスターがたくさん出るお祭りゲームだと勝手に思っております。よし、では行きましょう。でも 3D モデル作ったんだったらさ、ライズとかにも出してきてほしいなってちょっと個人的には思うけどね。そう。寒い、寒すぎる。アルマからもらったホットミストを使って、寒いままでも思うように動けない、それは極寒です。雪山など寒い地方では極寒状態になる。でバトルでは寒さで身動き取れないってことがあるので、寒さに強いお供や極寒スキルを持った装備、ホットミストで対応できます。極寒スキルね、ホットミストって、おお降りちゃったね。ホットミストアイテムとして使うのかな。あーこれがホットミスト、寒拠点に戻るまでポカポカキープって書いてるわ。なるほど、そういうやつね。で怪力の成長薬なんか2個持ってるので一緒に使っちゃおうか。ダイダラ君に使おう。ダイダラ君、ダイダラ君の攻撃力10上がった。強すぎるだろ。ちょ、まだホットミストいいかな。寒い、みんな寒い。いやでもなんかそんな寒くなさそうじゃない。なんかガタ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 って震えてる感じしなかったけど。よし、さあとりあえずロロスカの雪道歩いていきましょうか。若干緑残ってんだね、粘着層とか青キノコ。むなんだこれ、今巣があった、あ入っちゃった、なんか間違って巣に。あドラグライト鉱石で1個前、多分キラーなんとか。これ中級素材ってやつじゃない、噂のついに出てしまったのか。これでねえ、なんかいろいろ作れそうな気がする。ほらキラビートル、そうそうそう、キラビポポポポやん、ポポのターンやん、ポポのターン。いやもうこれ、あ光ったー、帰るか。ブブブブブブブ、ポポーノタン、また生肉にしてやるからな、ポポくん、ポポーノタンにしてやろう。さあイテル画獣のなんたらゲットです。なんか間違って巣に入っちゃったけど、まあ中級素材何個かゲットできたから。で行幸でしょ、やっぱ先進んでよかったね。アルマいなくなったけど、アルマいなくなったけど、いやでもアルマいなくなったら重すぎるな、痛手が重すぎるね。え早く次の村に行って、次の村でまた俺に同行してくれるライダーね、見つけなきゃね。ほらまだここにもあるぞ、モンスターの巣すげえあるな、モンスターの巣。さあ戦闘スタートです。バギー出てきました。バギーかー、夏いなー。どう、雪山にいるモンスターですね。パワー攻撃レウス、あれレウスと俺なんで今ダブルアクション出なかったの、寒いから。これなんかダブルアクション出ないんだけど、寒さで凍えてる。あーやばい、催眠液、レウス寝ちゃったんだけど、レウス、俺のレウス、子供だまだ。音も入れ替えもできねえぞ、寝てると。どれ、そうそう、やっつけない。やべ、普通に死ぬんだけど、これ。おはようございます。大丈夫これ。普通に負けそうだけど。負けそうだけど。やったけだ。レウス、やべえ。かわいすぎる。D ランク、バギーの鱗を。まあ、バギー装備のシリーズとかもゲットできるかな。多分だけど、仲間が2人しかいないと、だから1人、俺たちだけだったら、ね、敵も1体しか出てこないとかいう優しさ仕様なんだろうな、ほんと。わぁ、こやつなんだっけ、ザボアザギルのちっちゃいやつ、スクワギルとかなんか名前、名前感じだったっけ。
スクワギルだね。スクワギル、ヒットポイントを吸い取ってくるぞ。レウスがやっぱなんか俺と仲良くしてくんないからな。ちょっとなんか悲しいけど。テクニック攻撃だ、パワーで攻めよう。寒さで凍えてる。レウス一生寒さで凍えてんだけど。大丈夫かよ。やっぱ戦闘震えてるから、使ってあげよう、さすがに。ホットミスト。よし。これで、大丈夫。いや、本来であれば、やっぱすぐ使っとくべきなんだよな、今のって。また、モンスターの巣。まあ、モンスターの巣もね、さっさと入ってね、中級素材、鉱石とか、虫とかは絶対ゲットできるから、ゲットしといた方がいいのかなと思うんだけど、てかめっちゃあるもんな、ほんま、巣。やはり、何個も巣がね、連続で続くと誘惑に分けて入っちゃうわ、やっぱ。ね、でも、今、だいぶゲットできたよ、鉱石。いやほんとね、ウォーストリガー。道中で5個ぐらいモンスターの巣だったからね。そんな、それ入りたくなるわ。さて、雪山を歩いてます。私たち。寒いよー。ライダーさん、急ごうぜ。お、村はもうすぐだぞ。もう着くんだ。大丈夫、レウス。あーあー、寒い。ん、何を遊んでいるの？え、遊んでるの俺。こけちゃった、ごめん。そっか、ライダーさんは雪が初めてなのか。そうだよ。もう雪道ってのはありえない。わあ、雪だるまいる。こういう機嫌もあるから、気をつけろ。いや雪ってマジ歩きにくいよね。二人とも何を遊んでるの？肌めっちゃ白くない？えな。ね、はい、大丈夫か？よし。寒くないの？えな、逆に心配になるわ。何遊んでるの？じゃないよ。レウス大丈夫か？めっちゃ寒い、寒そう。どうかしたの？え？なんだ？クアン村はこの先だ。なんだ？なんだ？む？レウスがなんか威嚇してる？なんか来てる？あれは。うわ、また！うわ、あれって。破滅の兆しみたいなやつじゃなかったっけ？ライダーさん、ピンク色あっても雪が、なんだこれ、まだなんか狂ったモンスター出てくるのかな。うわ、穴開いてるし、ここも、これはここでも同じ現象が。やばいじゃんこれ。え、中から絶対なんか出てくんで。ザボアザキルやろ多分。違う、誰、ドスバギー。ザボアザキル、いや目がいってるぜ。うぅぃぃ、なんだか様子がおかしいぞ。ライダーさん、いや、スクワギル来たからおかしいと思ったんだよ。行くぞライドオン。ちょっと待って、タイマンこれ。あー、ちょっとやばいかもしれん。タイマンかこれ、まずいなこれ。さあ勝負でいこうぜ、バーサスダバーザギル。踏ん張りどころ、頑張ろうか。さあとりあえずパワー攻撃してみようか。一回タイプを見極めよう。よしよしよし、テクニックドゥイヤ、ナイスコンビネーション。でもレウスと攻撃してもね、そのなんだろう、絆ゲージが増えないんだよね。ほら、やっぱ増えないよね。ちょっと増えたけど、それマックスだよね多分。いや、ちょっとオートもやっぱ入れ替えた方がいいわこれ。さすがに絆技使わないと勝てないから、レウスちょっと引っ込んでてもらって、ありがとうな、手伝ってくれて。よし、とりあえずパワータイプ2体でよかった。ほんと行くぞ、セイ。よし、ナイス。足壊せ、足。さあこれなんか変な技してくるぞ。いいよ、氷マト。うえ、氷マトにデブなるやつじゃないの。攻撃パターンが変わってくるぜ。ぐ、何タイプになるんだろう今度。ウォーターハザード、ナイス。く、何やろう、わかんねえな。とりあえず音も入れ替えよう。スピードタイプ読みでいこう。で、まあ氷といえばそう、ティガレックス。僕はボルクサイル強いきます。スピードタイプでいってみましょうか。スピードじゃなかったら泣きます。あー、スピードタイプが、くっ。じゃあテクニックタイプで押すしかない。テクニックタイプ、そう、とも入れ替えだ。テクニック、ヤン先生しかいねえんだよ。いや、先生頼みますよ。先生寒さに弱そうな見た目してますけど、多分大丈夫です。強いです先生は。先生まず1個壊す。ダブルアクション、てんや。まだ壊れない。いやいや、もうゴリ押し、ここはもうゴリ押し。さあ、スーパーゴリ押しタイム。ふい、トップやかい、ナイス。まだできるな。ちょっと、これは、悩ましいけど、ライドオン。ライドオンして、
これはテクニックで、ね、頭部破壊狙っていこう。勝負勝つ。ダメージ食らうんだよな。でもこっち32ちょっと痛い。さあこれで向こうがね何もないので、ここは絆技ですね。安定の絆していきましょう。膨張、膨張させないよ。ゲロタイム、よし。頭だいぶ壊れそうだね。さあゲロタイム多分終わったから、次またなんかしてくるかな。いや先生はちょっと残しておきたいので、どうしようかな。多分次向こうパワータイプの攻撃してくるから、ポムポムリング出しておきましょうか。パワータイプじゃなくてテクニックタイプの攻撃で、膨張してからテクニックになると思うからね。よし、だからパワーでゴリ押しタイムいきましょうか。さあ武器変えたくないんだよね。なんでかっていうと刀が弱いから。刀ってか残属性以外、一発大きいのが来るから要注意だぜ。え、これ必殺技って準備なの、これってまずくない？俺狙ってるな。防ぐか、大丈夫。なんか違う、パワータイプになってる。ローリング一手全体攻撃、それになるとデブになるとパワータイプになるの。いや切って、それちょっとお友チェンジ、お友チェンジで最強くん頼むぜ。最強いくぜ。さあこれでスピードアタックなんとか防いでくれよ。ダブルアクション、はい、オーケー。部屋がいい。さあこれで、うわーめっちゃめんどくせえ、俺死ぬかもしれんけど。腹部行きましょう。次は凍結ガス。何寒くなるの。みんなスキル封じにする。うわー俺1しかないんだが、体力カチコチで動けないぞ。え、ホットドリンクの子が切れた、大丈夫。誰、なんか知らない人来た。え、アユリア、これワンの子かな。これでナビルの親戚。待って、俺死ぬ。ちょっと待って、俺死ぬ。パワータイプでいいのか、これは。よしよし、パワーで落ちよう。体力1残ってたら勝てるから、このゲーム。グラウンドサイクロン、何、いきなりかっこいいやつ来たで。いきなりライド頂戴できたのか、強すぎるだろ。いけ、ベリオロスの攻撃。決まった、ナイス。取れや、あ、待って。あ、そうか、絆技だからか。ナイス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 。なんで今ダブルアクション出ないのかと思ったけど、よし、絆ゲージマックス。いやこれはねライドすべきでしょ、体力全回復。大丈夫だよ、アユリアちゃん。さあこれでかまそうか、ティガーインパクト。これあ、回復してくれてありがとう。ティガーイン、ティガーインパクトね、これ嫌いな人いないと思う、このかっこいいやつ。2人で同じ動きして。なんかポケモンのさアニメとかでもこんなあったよね、この演出。あれマジ好きだったわ。よし、さてパワータイプで押していきましょう。ここも大丈夫。どれ、こっちでダブルアクション、ナイス、有能だね味方。どれ、まだ鉄壁の歌、ロックシューター、鉄壁の歌。あ、笛使いだこの子ね、氷まといた。ナイスナイスナイス。これね全体の防御力アップ。上は便利だぞ、いい。さあザボアザキのまだ落ちないね、ナイス。しばらくは多分このねアユリア&ヒョウガーのコンビが多分一生ついてきてくれるのかなっていう感じですね。その調子で頼むぞ。さあそろそろ全部破壊かな、これで。せいや、おっしゃ、V 破壊、オッケー、撃破、全 V 破壊と同時に撃破で、これうまいね今の。やったわね、サンキューアユリア、ありがとう来てくれて。やべ俺ワンの記憶失ってる。やべ、いたっけこの子。やべ全然覚えてない。何年前だっけこのワン出たのって、相当前だもんな。はい、ってことで異変は収まった、よかった。ここにも大穴が、あ、なんか各地に出てんのその大穴。危ないところだったぜ、アユリアのおかげだなライダーさん、サンキュー。ちょ一緒に来てよしばらく。え、なになになに、女の子にそんなしたらあかんって。え、な、花村の挨拶だ。あ、久しぶりだなアユリア。村の挨拶なんだ、挨拶。女の子にそれしちゃダメだって。久しぶりね。やばいでしょ普通に。まさかここ女の子にそんな挨拶。
驚いたわ。私はアユリア、クア村のライダーよ。はい、あ、どうもです、ライダラです。こっちはライダーさんとエナだ。二人とは旅の途中で知り合って、いろいろあってここに来たんだ。モンスターの力を制御する技を持つ竜人がいると聞いてきたの。そんな人いるの？どこにいるか知っていたら教えてほしい。力を制御する竜人、その竜人ってもしかして。ああ、デデジーのことだ。じいちゃんは今どこにいるんだ？デデジーいるの？どっかに。さあ、わかんないの？さあなの？最近はこの辺りで見かけていないわ。あら、そんな。どうしよう。せっかくここまで来たってのに。そのレウスの力を制御するの？レウス。ああ。翼がね、見てもらったら、ちっちゃいでしょ。そう。この子。ん？何？お腹が空いているの、ナビル？違う。誰？いくら俺でもいつも腹を空かせてる。うーってやったよな、今可愛いお腹の音。ライダーさんか？エナじゃないこれ。違うよ。え？あ。食いしん坊か。話もしたいから私の家で休んでいったらどう？休みは、ありがとうございます。も用意するわ。いい人じゃん。助かる。なあ、アユリアの家ってクアン村は元通りになったのか？元通りというわけではないけれど、村の建て直しが進んで村人たちが戻ってきたの。じゃあ村があるわけね。じゃあそこ行こうぜ。そうなのか。よかったな、アユリア。ええ。なんか、みんな真っ白になるよね、この氷のエフェクトのせいでというか。さあ、アユリアが仲間になった。マジでありがとう。マジでありがとうしか言えねえ。さあ、ロロスカの湖、ここだね、問題の穴開いてたとこって。やばすぎるだろう。ザボアザギル刺身を。でもザボアザギルかっこいいよな。わかる、かっこよくない？ザボアザギルってドラゲナイツ鉱石めっちゃゲットできる。いい、3つやべえ。これ多分ね、ホットビスト4つ、多分だけど、そろそろアンジャナフのね、装備は作れる、間違いない。さあ、ラビダのほとりってとこまで来ました。クアンマ村までもう少しってとこでしょうか。さあ、だけどじゃあ皆さんね、ドスバギーがいる。で、猫タクのタクシーのやつがここにあるので、一旦今日ここまでにしときましょうか。さあ、次回で村に行きたいと思います。さあ、村に入って、レウスのね、力を制御するという竜人に出会うことはできるのか。そしてね、まだ仲間増えたんでね、この子と一緒にクエストこなしたりとか、できたらしていきたいなと思います。はい。ではでは、チャンネル登録した方はチャンネル登録や高評価よろしく。次回多分新装備編です。お楽しみに。また見てね、おつぱよー。